はい、どうも、こんにちは。今日はね、YouTuber の作り方っていう方にちょっと物を申したいと思います。あれは別にヒカキンは成功したからいいんで、もし成功しなくて、ね、ニートになってしまったらどうするんだっていうことに変えてない、ことは変えてないと思う。やっぱりね、夢を追う対価っていうのは、いつでもついてるんだよ。夢を追いました、失敗しました。あ、じゃあどうするの？それ、夢を追った時間、で、追って失敗した時間っていうのは返ってこないんだよ。本当に。夢を追った対価っていうのは、やっぱりね、あると思う。YouTube で人気者になろうと思って動画投稿をしてね、もし有名になれなかった。そのね、投稿した時間っていうのはすごくもったいないし、そう。で、失敗した後、失敗してね、無職になってしまいました。ね、動画投稿してる時ってね、基本的に無職じゃん。で、無職職歴なし。で、YouTube に動画投稿した期間3年になりました。そう、無職じゃん、その期間。で、例えば就職とかしようとするときに、あ、僕、3年間無職やってましたって言わなきゃいけないんで、面接官とかに。それでいいの、本当に。ね。それでいいの。無職だよ、YouTuber なんで、正直。ね、ほんと YouTuber って無職だからさ、正直気をつけた方がいいと思うんですよ、俺は。ね。正直。YouTuber は無職だから。それをね、気づいてない奴が多すぎる。ね。しかも、YouTube のシステム上さ、ヒカキンとかマホットとかさ、はじめ社長がいなくならない限り、君たちは人気者になれないから。YouTube も芸能界でと一緒で、上が詰まってる限り、下は出てこれないっていう仕組みなんだよ。わかるそれ。ね。ヒカキン、バイリンガールとかもが上におる限り、下におる奴はなかなか上に出てこれない。その現実をもっと見た方がいい。そう。君たちはね、現実から目をそらそうとしてるね。ほんとに。そう。あ、僕も、動画投稿したら人気者になれるんじゃないのか、ウキウキと思って読んでんだろ。ああ、しょうもない。ほんとにしょうもない。なれるわけねえだろ。なあ。ボイパンもできねえし、なあ、ほんとに。なあ、イケメンでもなくて。なあ、はじめ社長みたいに。バーリンガールみたいに英語はできるわけでもな。どうやって人気者になるの？ねえ、教えてくれや。なあ。特技がねえやつは人気者になれないの。ね。それが、ね、人生の現実なの。な、その現実から目をそらしてね、YouTuber で人気者になれると思ってよ。な、な、叶わぬ夢を見とれ？たわけども。ほんと悲しいわ。ほんとに。ほんとに悲しい。惨め。な、YouTuber なんて、YouTuber なくなったら飯も食えねえんだから、そもそも YouTuber っていう職業なんてねえんだよ、バカ。ほんとは。YouTuber なんてさ、無職だよ、完全にな。完全に無職。な。動画投稿して遊んでるだけの無職、毎日。毎日何の目標もなく動画投稿してる。無職がやることだな。な。そんなんさ、当たり前じゃん。あんな無職しかやらんねえよ。な。な、もう、時間がある優秀な人は、ね、YouTube なんかやらずに、YouTube みたいな動画サイトを作ったら、サイトを作る側に回るから。な、何の特技もねえ、な、動画投稿することしか脳がねえやつしか、YouTube に動画投稿しねえから。な。そんな、しょうもないことをやってる大人を、になりたいっていう、小学生。多分大丈夫か。な。YouTuber なんてなったって、ね、何もいいことないぞ。YouTube がなくなったら明日から無職。ね。ね、身につくスキルは、ね、ほとんどね、もう動画を投稿して恥をさらすだけ。もう基本その3つだわ。な、悲しいな。本当に悲しい、おじちゃんは。本当に悲しい。こんなしょうもねえ、あ、夢もねえ、な、ことを、お仕事にしないっていう小学生が増えとることに、あら、本当に胸が痛い。悲しすぎる、正直。ね、本当に悲しい。だから、俺は思うんだ。YouTube なんかで、もうやってる暇があったら、ね、もう仕事をしたりね、自分の趣味に時間を費やしたり、自分を高める時間に使った方がいいと思うんだ。うん。だってもう YouTuber なんて惨めだぜ、本当に。もう動画投稿サイトがなくなったら、もう今までの実績も何もかもなくなっちゃうんだよ。今まで頑張って積み上げたものが。で、そんなね、Google の、ねえ、気まぐれで全てが変わってしまう仕事に就きたいって言ってる時点で本当は、
夢を見すぎだよね、いろいろと。ね、もう妄想が激しい。な、もうそんな感じだわ。な。だからね、俺は思うんだよ。俺は思うんだよ。本当に。YouTuber になりたいんだったら、もう人生を諦めることだと思う。もうね、人生で、もう成功したいとか、もうね、勝ち組になりたい、お金を稼ぎたいと思うんやったら YouTuber になるべきじゃないと思う。YouTube っていうのはね、本当に、もう誰でも YouTuber になれると思うんだ。だけど動画投稿をしてね、もう自分のやりたいことを表現したいっていう場所だから、基本的に。うん。だからね、もうお金を稼ぐために YouTube っていうサイトを使うとやっぱり、あれだよね、人生積むよね。本当に。あ、俺は YouTube で動画投稿しないといけないから、あ、仕事ができないみたいな考えになっちゃうと本当危ないと思う。正直 YouTuber やりつつ仕事やるっていうのがベストなんだよね。一番保険を書きとくっていうと。やっぱ誰かの下で、働くってことはやっぱりね、あ、安定した給与28万だったら28万入ってくるわけ。それプラス YouTube での収入があればやっぱり完璧だと思うんだよ。だから、人生っていうのはいかに保険をかけるか、それがすごい大事だと思います。だからね、みんな人生の保険掛けっていうのを忘れないでほしい。そう。まあ、YouTuber の作り方について最後語ると、あの本はね、買っちゃダメだ。買っちゃダメ。もうね、動画クリエイターなんてね、なるとか言うけど、もうこれからどんどん YouTube をニコ生を衰退していくから。な、ヒカキンとかいうさ、やつがさ、バズドラモンスト動画っていうさ、本当に再生回数だけを稼ぐためのくっそつまんねえ動画ばっか上げとるか。もうそんな奴らがたくさんおる限り、もう YouTube っていう動画はね、あーみんな、あーつまんねえつまんねえつまんねえ。あーこの YouTube に動画投稿するやつマジつまんねえだなって思ってみんなどんどん離れていっちゃうから。だから YouTube には未来はない。だからあの本は買ったらダメだ以上だよあげろだよだよだよカールの友だよ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 ゼロゼロゼロカエルの友マジゴゼロ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 。ちょっとね、完璧。ゼロアゼロ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 アゼロ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 アゼロ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 カエルの友だよ友友ゼロ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 カエルの友マジゴゼロ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 。ちょっとね。完璧。ゼロアゼロ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 カールの友だよ友友ゼロ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 カールの友マジゴゼロ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 。ちょっとね、完璧。はい、どうもこんにちは。今日はヒカキンさんのね動画を見てて、ちょっとね新しいギャグが思いついたんで、ちょっとやってみたいと思います。カエルの卵をエナジードリンクを飲んでみたってことで、ちょっとモノマネをやってカエルのモノマネ。ゼロアゼロ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 カエルの友だよ友友ゼロ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 カエルの友マジゴゼロ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 。ちょっとね、完璧な一発ギャグをやってしまいました。ちょっとね、これは素材として、ね使えるんじゃないのかってことでね、ちょっと一発ギャグをやってしまいました。ウィーハロー YouTube って感じだ。これね、これね、もう一発ギャグぜひね、学校とかね、もうとかでやったらもう人気も間違いましたから、ぜひやっていただけたらなと思います。そしたらバイ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 カールの友だよ友友ゼロ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 カールの友マジゴゼロ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 。ちょっとね、完璧。ゼロアゼロ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 カールの友だよ友友ゼロ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 カールの友マジゴゼロ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 。ちょっとね、完璧。ゼロアゼロ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 カールの友だよ友友ゼロ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 カールの友マジゴ
感じね。ちょっとね、完璧。あげろ、ダロ、ダロ、ダロ、カルノ、カルノ、ダロ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 、カルノ、ダロ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 、感じね。ちょっとね、完璧。ダロ、あげろ、ダロ、ダロ、ダロ、カルノ、カロ、ダ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 ロ、カルノ、ダロ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 、感じね。ちょっとね、完璧。ダロ、あげろ、ダロ、ダロ、ダロ、カルノ、カロ、ダ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 ロ、カルノ、ダロ、マジロ、ゼ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 ロ、思ったことがあります。ヒカキン、ちょ、僕の仕事は YouTube に続いて、ね、YouTuber の作り方っていう本が発売されます。その本についてね、の動画についてちょっと一石を投じようかなと思います。なんか、ヒカキン本をね、燃やしただけでなんか面白いっていうふうに思うのは良くないと思う。正直。例えばさ、こういう参考書とかあるじゃん。こういう財政学。この本を燃やしてさ、何が面白いのって思うじゃん。例えば、ヒカキンの本だから燃やして面白いっていう風に思うかもしれないけど、やってることは、ただ単に本を燃やして、ね、資源を無駄にしてるだけ、ね。そう考えた場合さ、本当に、本を燃やすことは正しいのかって言うと、正しくないわけ。資源を粗末にしてるわけ。本当に。そう、燃やすってことは本当にもったいないからね。だって、本、一枚一枚、あれだって、木、例えば森林を伐採して作ってるわけ。だったらね、買うからにはもう燃やすとかじゃなくて、真剣に大切に扱った方がいいと思う。そう。僕はそう思います。もう最近そう思ってくるんだよね。もうやっぱ資源をね、無駄にしてはいけないと思う。もう、いかなる時も、ちょっと、資源をしっかり大切にするべきだと思うし、そう、資源を大切にしないとやっぱりね、もう、本当にいけない。なんでいけないか。やっぱりね、森林、木だってね、やっぱり命があるわけ。そのね、命を、ね、いただいて、俺たちは本とか読んでるわけ。そのね、命をね、無駄にしちゃいけないってことね、本とかは燃やしちゃいけないと僕は思います。はい。まあ、そういうことですね。だからね、一つ言う。ね、むやみやたらに、ちょっと、本を燃やすのは別に面白くないし、やるべきじゃないと思う。このね、この本を燃やしたって何にも面白くない。それはね、本当に間違ってないと思う。俺はそう思う。俺はね。ね。ヒカキンの本だからって燃やしたって別に面白くない。それは面白いって思うのはちょっとね、ちょっと考えがねじ曲がってるし、ちょっとひねくれてるなと思う。俺はそう思う。やっぱりね、そういう、なんていうんかな、そういうひがみとか妬みで面白いと思っちゃダメだと思う。やっぱりね、大事なのは、まっすぐな心を持ってね、物事を正しい角度で見れることだと僕は思います。だからね、ヒカキン本、燃やしたからって別に面白くないし、やってることは、最低なことだと俺は思う。それはすごい言いたかった。まあ、2分50秒ね。ね、この意見がちょっと正論だと思った人は、ちょっとチャンネル登録よろしくお願いします。ってね、おしまいです。